鈴木アルトダイウ、キコ大イウ、キコは大ウ国民車で製造された5人乗りの軽自動車で、大韓民国政府の軽自動車企画によって作られた最初の乗用車である。一部海外市場ではフィノの社名で販売された。韓国政府の国民車計画に基づき、1980年代後半に大ウ造船が日本の鈴木と契約を結び、 鈴木の軽乗用車アルトを元に開発し、1991年から軽症南、同症原市の大国民車工場で生産を開始した。発売当時のマイカーブームに乗ってヒットした車で、このティコを端緒として、韓国の軽自動車市場が大きくなっていった。当時、韓国政府の国民車普及促進計画、高速道路通行量50%免除のほか、 多くの税制上の優遇、歩道に片輪を乗り上げての駐車の容認など利点が多く大きな人気を博した。土台になった CL11 型鈴木アルトには日本の軽自動車規格から直列3気筒 657cc エンジンが使われていたが、ティコには大韓民国の実情を考慮して海外向けアルトに使用されていた直列3気筒 796cc のエンジンが 搭載された。トランスミッションは3速 AT、4速と5速 MT があった。1998年、5速マニュアルトランスミッションをベースに開発されたセミオートマチックトランスミッションが加わった。その年に後継モデルであるマティスが発売されたが、本社は生産終了されず、継続して並行生産された。大韓民国だけでなく、 新興市場における入門者としても人気を集め、大雨の参加にあった、ポーランドのフソ、ルーマニアのオートモービルクラヨーバ、ウズベキスタンのウズデウオートでも、現地組み立てが行われた。大韓民国内では、総計68万台が作られたが、2000年に最後のモデルが生産された後、2001年をもって販売が中止された。ありがとうございます。